した言葉にできない思いをいくつまで私は抱えられるんだろう。大人になることがふっと怖くなる。音楽も映画も昔の方が泣いたよ。あんなに好きだった本を読んで、あれこんなに単調だったかなって思った途端考えてしまった。つまらなくなったのは本か、それとも私か。した言葉にできない思いに名前をつけないと気が済まなくて、大人になることが怖くなくなったら、それが大人になったってことなのかなって。誰も私は知らないどこかへ行きたかった。そんなこと考えてたあの頃が思い出せない。帰り道泣いたのはなんでだったっけ。思い出せ思い出せ、今が最後のチャンスだ。